私は非常に残念でございます。それはつまり日本政府はご遺族の意思を無視してこの証拠を開示したところで何か捜査に影響があることはないんです。一方でこれを見ることによって、それでなんで日本が人権国家だと、法治国家だと言えるんですか。弁護士資格を持ち医師免許も持つ米山議員の質疑、さすがだった。常に詳細を追っているわけでもない私が聞いても論点が浮き上がって見えた。議論上の勝者は圧倒的に米山議員の方。これで何も問題が進展せず政府が逃げ切ったという展開になるのが日本の政治の問題。1ミリも役に立たない提言が出た。全く反省していない入管を擁護する意味しかない。報告書、入管収容施設における医療体制の強化に関する提言。岸田首相、ウクライナ難民受け入れ表明、至急実務を調整。難民受け入れは重要だが、本気ならば亡くなったウィシュマさんの件をはじめ、この間入管で引き起こされた重大な人権侵害の数々に向き合い、猛省、改善することが不可欠だ。米山隆一君。今後戦火が激しくなり、またその上でどのような形であれ紛争は長期化すると思います。戦火を逃れて日本に来られたいという邦人関係者のみならず、邦人とは直接関係のないウクライナの方々もこれから増えてこられるというふうに思います。また短期的には多くの難民を受け入れた東ヨーロッパからもですね、紛争が長期化すれば日本にも一定数の難民を受け入れてほしいという声が出てくるものと思います。その際、日本は国際社会に恥じない受け入れをなすべきだと思うところでございますが、それにあたって日本がビザを発給し難民認定をする、その条件がはっきりわからないと、その日本に来たいという方々は、日本を目指していいのかどうかわからないと。だから条件をきちんとするということは非常に重要かと思い、きちんと明示するということは非常に重要かと思います。昨日の答弁で大臣担当者の方々はビザの発給や難民認定について制度として受け入れを検討し、早急にこれを作っていくというふうにご答弁されておりましたが、しかし認定については個別の事案に従ってという趣旨でご答弁がなされておりました。もちろん一人一人の認定につきまして、その事情を考慮すべきは当然かと思いますけれども、しかし今ほど申しました通り、大枠としてやはりビザの発給、難民認定、その条件をきちんと示すということは極めて重要であり、それが制度として受け入れるということであろうかと思います。特にそれは今回のウクライナの難民認定に関しまして、やはりウクライナからの方々の受け入れに関してはまたちょっと別の要素があるんだと思うんですけれども、ウクライナから ビザの発給であり難民認定に関しても条件をきちんと明示されると。ウクライナのこういう状況になった以前からすでに課題として取り組んでいるところでございまして、当然ながら今後ここの規範的要素の明確化の中でウクライナの関係についても対応が取れるように。それでは次にですね、名古屋入管におけるウシュマ・サンダマリさんの死亡事件につきましてご質問させていただきます。この事件、間もなく3月6日1年を迎えます。私は法務委員会でですね、ウシュマ・サンダマリさんが亡くなる前2週間、2月23日から3月6日までの居室の様子を撮影した監視カメラの抜粋、これを昨年12月24日に法務委員として拝見させていただきました。昨日、鎌田委員、山田委員がこのビデオの全面公開を求めたところ、大臣は収容の保安上の問題と死者の尊厳を理由としてこれを拒否されました。しかし、ここ内容は非常に凄惨ではありました、悲惨ではありましたけれども、一方で映っているのは居室の中だけ、会話としても極めて個人的な会話だけであり、これを公開からしたからといって保安上の問題が生じるとは到底思いません。また仮に生じるのであれば、その部分に関してはモザイクをすれば良いことであろうと思います。また死者の尊厳ということにつきましては、ご遺族が公開を望み、そしておそらくはウィシュマさんご自身もそれを推定するのは不遜ではあるかもしれませんが、しかしおそらくはウィシュマさん自身も公開を望んでいると思われるところから全く理由にならないと思います。このビデオをご遺族及び関係者に全面的に公開する意思があるのかないのか改めて伺います。また意思がない場合にはその理由も改めてご答弁ください。西山次長。ご指摘のビデオ映像につきましては、収容施設内や非収容者等の具体的状況の記録であるため、情報公開請求に対しても法に基づき基本的に不開示情報として取り扱っているものと承知しております。調査報告書が公表された現在においてもなお、法案上の問題に加え、ウィシュマさんの名誉尊厳の観点からの問題もあるため、ビデオ映像を公開することは適当でないと私どもは考えてございます。ただいまの答弁は
私がちゃんと理由を挙げて、このような理由で保安上は関係ない、このような理由でご遺族の尊厳意思には反しない、死者の信者には反しないといったことに対して何ら回答をせず、ただ単に従前の答えを繰り返しているだけです。つまり法務省はこの件に関して真っ当に回答する意思がないと、そのように私としては捉えております。次、この件に関してもう一度申し上げますけれども、私何もね、今責めた、ちょっとまあそれは責めましたけれども、法務省を責めたいから言っているのではございません。このビデオ何のために公開すべきか、これ我々が見ていろんな問題点を感じて、だからこうしてここに質問に立っているわけです。で、大臣、このビデオ、またこの報告書、有識者が非常に、まあ、有識者がきちんと見たと、レビューしたとおっしゃっておられますが、その有識者はわずか5人です。その中には医師は2人しかいません。で、またこの医師もですね、まあ、その肩書きだけでね、ご判断するのはちょっと恐縮ですし、またもちろんご立派なお医者さんなんだと思うんですけれども、ただまあ肩書きから判断するに非常に傑出したご経歴の方ということでもございません。わずか2人の医師が見ただけで、これが全て正しいということはできないんです。これは多くの人が見て、多くの専門家が見て、多くの医師が検証して、それによって初めて正しい原因が分かり、正しい対応策が分かる。だからこそ公開すべきだと私は申し上げております。そのような観点から公開する意思があるのかないのか、多くの専門家のレビューをするために公開する意思があるのかないのか、この調査検討はこの外部有識者も含めたものとして、特段問題があるものとは考えてございません。つまり法務省の方は、法務省が任意に選ばれたたった2人の医師がレビューさえすれば、問題点はすべて抽出されて、それ以上のレビューは不要であると、そのように考えたと捉えさせていただきますが、極めて残念なご見解だと思います。続きまして、やはり繰り返させていただきますけれども、私このビデオを公開するべきだと言っている理由はもう一つございます。ご承知かと思いますけれども、三島三溜さんのご家族、国家賠償請求を準備しております。すでに証拠保全手続きに着手しているものと伺っておりますが、今後訴訟手続きの中で意図するとせざるとにかかわらず、このビデオが公開され、また一般に流布する可能性は決して低いものではありません。また仮にビデオ自体が流布しなかったとしても、裁判の中でその様子が言葉として認定され、そしてそれは公開される、その可能性もこれはより高いものと言えます。その時、世界は日本政府がこのビデオを意図的に隠蔽したと、そのように見ます、見られてしまいます。それは人権外交を掲げる日本にとって、私は極めて恥ずべき状態であると思います。今後の訴訟の展開を考えて、そしてその中でこのビデオが公開されることも考えるのであれば、日本政府は自分、仮に過つことがあったとしても、自らその過ちを認め、積極的に、少なくとも主張すべきは主張すべきとして、少なくとも証拠開示の点においては積極的にご遺族に協力し、自らその誤りをきちんと見つけ出す、そういう国家であると、そういう誇りある国家であるということを示すためにも、私は日本政府はこのビデオを自ら全面的に公開すべきだと思いますが、その観点から公開する意思はないのか、もう一度お伺いします。これは情報公開法にのっとってやらなければならないことでございますので、それについてはあくまで法によって適切に対応するということでございます。いずれも私3つね、理由を述べましたが、いずれに関してもその理由に関してはご回答がなかったというふうに認識しております。私は非常に残念でございます。それはつまり、日本政府はご遺族の意思を無視して、多くの専門家の目によるレビューによる原因究明からも目をそらして、そしてまたやがて裁判手続きによって一般に公開される、そのことも考えずに情報を隠蔽しているということであろうと思います。私はぜひ公開すべきだと思いますので、これは要望として大臣にお伝えいただけるようにお願い申し上げます。そして次の話題に移させていただきます。また、牛間三溜さんの死因が解明されていない理由の一つにですね、報告書作成にあたって、これ報告書30ページに書いてありますが、司法解剖の鑑定書が入手されておらず、解剖委員が解剖した医師からの聴取もなされていないということがあろうかと思います。これ死因の判断にあたってですね、死因不明と書かれていますが、解剖の鑑定書って極めて重要だと思うんですけれども、なんでこの解剖鑑定書を入手せずに報告書を作ったのか。司法解剖は捜査手続きとしてなされているものでございまして、現在この件につきましては刑事事件として捜査が行われているため、司法解剖の鑑定書の入手はできなかったということでございます。今のご質問に対してもう一度お伺いしたいんですけれども、捜査手続きの中で作られた文書であると、それはその通りだと思います。一方で
それはこれ多分名古屋県警ということになると思うんですけれども、名古屋県警内の行政文書かと思います。で違うんですが、まあ警視庁でもいいんですけれども、いずれにせよ行政文書だと思います。これを入手できないという法的根拠があるのか、ご質問の趣旨がよく分からなかったので。じゃあ入手できないとおっしゃいましたけれども、入手してはいけないという法律はございますかという質問です。法務省川原刑事局長。刑事訴訟法47条はに訴訟に関する書類は公判の改定前にはこれを公にしてはならない、ただし公益上の必要その他の事由があって相当と認められる場合はこの限りでないとあります。で現在当該事件は刑事事件としても捜査中でございまして、その観点からこの書類につきまして、刑事訴訟法47条にしたあった取り扱いをしているところでございます。今ほどですね、読まれた通り正し書きの方に公益上の理由があり相当と認める場合はこの限りでないとあるわけです。公益の理由はないとお考えですか。47条の趣旨は、起訴されて公判定に検出されていない書類につきましては関係者の名誉プライバシー、その他のを守るために、公にしないという利益がある一方で、ご指摘のように正し書きについては公益の必要という場合がありまして、公益の必要があれば直ちに、これを明らかにしろという場合には書いてございません。条文には公益上の必要その他の事由があって相当と認められる場合はこの限りではないということでございまして、現在捜査が現に進行しているということもございまして、この47条に従った取り扱いをしているところでございます。米山君。相当と認めるかどうかについてのご回答ではないと思うんですけれども、また何度も申し上げますけれども、本件はそれは刑事事件かもしれませんけれども、犯人が隠避する可能性はありません。この証拠を開示したところで何か捜査に影響があることはないです。一方でこれを見ることによって死因がはっきりと分かります。公益上の理由は明らかです。両者を考慮した上で明らかに公益上の理由が勝ると思うのですが、今のご答弁はそうではない刑事捜査上の理由が勝るというご答弁かと思いますので、これを公開するとどのような捜査上の影響支障があるのかご答弁でありますか。具体的な内容を申し上げることは差し控えたいと存じます。そうしますと、これは捜査当局が断ったと、法務省としてはきちんと照会をかけた、鑑定書くださいと言ったけれども、捜査当局が捜査上の理由があるから断ったと。具体的な事柄につきましては、つまりこの点におきましても、法務省は死因の究明という極めて重要な点について、正面から取り組んでいない、そのように理解させていただきます。それではちなみにですね、私この鑑定書もぜひ公開して多くの専門家のレビューを受けるべきだと思いますけれども、聞くまでもないんでしょうが、そのこの鑑定書公開する意思あるかないか。その取り扱いは捜査機関が判断すべき事柄でございますので、法務当局としてはご答弁を差し控えさせていただきます。はい、それでは次の話題に移ります。さて、ビデオを見ますと、入管職員バイタルチェックをしております。また報告書70ページを見てもですね、非収容者からの診療の申し出に対して看守職勤務者や看護師等により診療の必要についてスクリーニングが行われ、その申し出について出入国管理局の幹部の目が届かず、三島三の丸さんの診療の申し出にもかかわらず診療が行われなかった旨が記載されております。ところでご案内の通り、司法17条は医師でなければ医療をしてはならないと定め、31条でこれに反する者は3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金を定めております。また保健師看護師、保健師助産師看護師法、いわゆる看護師法第37条は、保健師助産師看護師または準看護師は主治の医師または歯科医師の指示があった場合を除くほか、診療機械を使用し医薬品を授与し医薬品についての指示をし、その他医師または歯科医師が行うでなければ衛生上危害を生じる恐れない行為をしてならないと定めております。入管職員及び看護師が診療の必要性についてスクリーニングを行っている、これはもう報告書書いてありますからね。スクリーニングを行うことは私は医師法に反すると思いますけれども、ご見解を伺います。また反しないというのであれば、そのご理由をご回答ください。医師法17条の解釈につきましては、法務省の所管外であることからお答えは差し控えさせたいと、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。もっとも調査に加わった医師や弁護士を含む外部有識者の方々からも、看守勤務者や看護師等によるスクリーニングが行われたことについて医師法に反するとのご指摘はいただいてはおりません。報告書改善策95ページにおいて、名古屋局のこれまでの運用を改め、局幹部が非収容者の健康状態や診療の申し出にかかる情報を把握した上で町内の医療体制が対応できない場合は外部の医療従事者による対応を検討指示できる組織体制を速やかに構築することと書いてあります。
でこれはですね、実は看護師や職員ではないんですけれども、やはり医師ではない局幹部職員がスクリーニングをすると、そういう意味でございますが、この局幹部によるスクリーニングは医師法17条に反すると思いますけれども、反しませんか。医師法17条の解釈については、お答えを差し控えさせていただきたいと存じますが、今委員がご指摘いただいた改善策は、先ほども申し上げました医師や弁護士などの外部有識者のご意見も踏まえた上で、出された改善策である。それではご担当の厚生労働省大坪大臣官房審議官にご質問いたします。ちなみに配布しました資料にある通りですね、厚生労働省平成17年7月26日の通知出しております。こちら3ページまた1から3に掲げる行為、これは血圧測定、体温測定および酸素飽和度の測定でございますが、1から3までに掲げる行為によって測定された数値をもとに投薬の用意など医学的な判断を行うことは異行為であり、事前にされた数値の範囲外の異常値が測定された場合には、医師、歯科医師または看護職員に報告すべきものであると、このように通知されております。そうしますと、バイタルサインをチェックしてスクリーニングをすることは、私は明文でここに反するとこの通知に抵触すると思いますが、厚生労働省のご見解をお伺いいたします。厚生労働省大坪大臣官房審議官。なかなか判断が難しいところではございますが、まず一般論として医師法の解釈について申し上げますと、入国管理局におかれましては、先ほど先生おっしゃいましたように、法務省が定める非収容者処遇規則等々におきまして、その取り扱いが、例えば省庁等は非収容者が傷病に罹患負傷したときには医師の診療を受けさせる、また傷病により適当な措置を講じなければならない、また非収容者から体調不良の訴えがあった場合には、その内容を十分聴取するとともに、体温測定等により身体状況を的確に判断した上で、診察の要否について医師等の判断を仰ぐ、または速やかに医師の診断を受けさせるなど、病状に応じた適切な措置を講ずるよう定められており、組織として対応されているというふうに承知をしております。でこうした入国管理局における取り扱いは、先生が今読み上げていただきました医師法17条の解釈に定めております、いわゆる異行為、これは医療を受けさせるかどうかを、判断するための、取り組みというものを定めているものだというふうに法務局入国管理局の方では定めているものと存じますので、そこは直ちに医師法補助官法の抵触するものではないというふうに考えております。今ほど審議官がお話になられました催促は守られておりません。その催促が守られておらず、看護職員がスクリーニングをしていた、報告書にも書かれております。スクリーニングというのは、バイタルサインを採取するだけではなく、そのバイタルサインに基づいて診療を受けるか否かを医師でも看護師でもない者が判断していたという意味です。個別の事案ではご答えできない、お答えできないということですので、ケースとして、仮定のケースとしてご質問いたしますけれども、バイタルサインに基づいて、医師への診療の要否を医師、看護師でない者が判断することは、医師法17条に反するか否か、厚労省の見解を伺います。で今般、この入国管理局における取り扱いというものは、さまざまな症状等々から、それを医療を受けさせるかどうかということを定めた、運用上のプロセスなんだろうというふうに考えておりまして、そこは医療の意向意というところに当たるものではなく、医療を受けさせるかどうかというプロセスを定めたというふうに解釈をしておりますので、そうしますと、厚労省としては、看護施設等においても看護職員が採取したバイタルサインに基づいて医師に診療をさせるかどうかを判断してよいと、そのように考えているということはよろしいですか。通常におきましても、その医療を受けた方がよいのではないかということは、必ずしも医療者が判断するということではない、場面も多くあろうかと。私ですね、この守られなかった催促について聞いておりません。介護施設において介護職員がバイタルサインに基づいて医師に診察させるかどうかを自分で判断することは、それは違法ではないのか。逆にそれが違法でないなら、あらゆる介護施設でそれができることになるんですが、それでいいんですかね。 ご回答お願いします。一つの特定の疾患に関する、診断判断ということをされたというものではなく、この医療につなげるためのプロセスというふうに考えますと、そこは直ちに意向意に当たるものではないというふうに考えております。今のご回答、私は非常に残念です。もしそれが許されるのであれば、多くの介護施設で多くの方が亡くなられる可能性があります。それはバイタルサインを取るのはやっていいですよ。
でもそこから診療を受ける必要があるかないかは医療従事者が判断すべきことです。政府がこの問題に関して自分たちの非を認めないがために厚労省がわざわざ通知を出して全国の介護施設、全国の医療施設に通知したものを覆すような回答をされる、私は極めて残念です。質問、あと5分ですのでちょっと時間が足りませんから残りは、させていただきますけれども、一つお伺いいたしますね。2月15日の尿検査でケトン体3プラスという飢餓を示す値が示されたにもかかわらず追加の内科の診療が行われなかったということが報告書67ページ書いてございます。でこれについて報告書では制約された医療体制の中での判断であったことも考慮する必要があると、で直ちに不適切とは言えないと言われました。でしかしですね、法務省からいただいた数字によりますと、この15日に診療して18日の診療件数を伺ったんですが、18日の診療件数は2時間で15件で、15日も後ほど私伺ったんですけれども、2時間で17件ということでございました。でそうしますとこれ1件に対して1人当たりの患者に対して8分ございます。で8分というのは私もちょっと、医者やってましたので分かるんですけれども、正直長いです。全く医療体制は逼迫していません。8分もの診療時間がありながらケトン体3プラスという状態をそのまま見逃したと、これは私は大いに問題があると思うんですが、診療行為そのものに問題があると思うんですが、法務省としてはこれは診療行為に問題はない、すべては医療体制の逼迫のせいだと、そのように考えておられるのか、ご見解を伺います。西山次長。まず前提として当庁としましては診療1件あたりの診療時間の高や逼迫の程度などについてお答えする立場にはございません。また調査報告書では2月15日の尿検査結果を踏まえた追加的な検査等が行われなかった点について、先ほど委員もご指摘いただいたとおり、後遺師が週2回各2時間という限られた時間において診療を申し出た非収容者に対していわば受動的に対応していたという、こうした制約された医療体制にこそ問題があった、とのご意見、外部有識者のご意見も踏まえて、そのような問題点を指摘しているということで承知しております。当該ご意見は、当時の医療体制に医師が勤務する上での制約があったことを問題視したものでありまして、ご指摘のような診療の逼迫の程度などを問題としたものではないというふうに理解をいたしております。米山君。はい、もう時間過ぎていますが、ちょっと調整させていただいて、この質問で私は一旦終わらせていただきますけれども、今ほどですね逼迫体制に対して答弁する立場にないというご主張、ご答弁だったんですけれども、報告書において逼迫していると書かれており、でさらに2月28日 の改善策においても医療体制を強化すると書かれているわけですよ。でまたね、この逼迫というのはちょっと今ご答弁少し分からなかったですけれども、なんか勤務の、おそらく常勤じゃなかったってそういう意味なのかもしれませんが、いやじゃ あの逼迫ってのは常に常勤にすることを言うんですか。通常医療体制の逼迫って十分な診療時間が取れないとか、十分な、そうですね、スタッフがいないとか、そういうことを言うと思うんです。で法務省医療体制を強化すると言ってるわけですから、何らかの基準で逼迫を判断してその逼迫がないように従前な医療ができるようにするべき、するということだと思うんですけれども、一体全体法務省は本当にじゃ あのどういう観点で医療が逼迫しているか逼迫してないかを判断し、どういう観点でそれを改善しようとするのか、もしくは一切逼迫に関しては我々は関わらないというのは、そのようにご答えください。西山次長。申し訳ございません。委員がご指摘のその逼迫という言葉がどのような意味でお使いになられているのかがよく分かりませんので、なかなかお答え、一回戻ってもらって、今言いますので、今私質問、質問の中で言ったと思うんですけど、逼迫というのは診療に対し従前の診療をするために十分な時間が取れないか、十分なスタッフがいないために従前の診療ができないことです。西山次長。私どもとしては調査報告書に基づいて医療体制の改善に努めていきたいというふうに考えているところでございますが、その報告書において個々の診療の逼迫について指摘をされているとは考えておりません。米山隆一君。時間恐縮ですが、ちょっと全体には逼迫しているけれども個々の診療は逼迫しないって、そういう趣旨ですか。西山次長。重ねて申し上げます。調査報告書において診療行為が逼迫しているか否かという点を問題視して改善策を提示されているというふうには理解しておりません。
米山君。つまり法務省は牛間三段隣さんが亡くなられた時において医療は従前に行われていたと、何ら逼迫しておらず十分な時間をもって診療され、十分なスタッフをもって診療されていたと、そう理解しているということでよろしいですね。私どもはあくまで調査報告書の結果に基づいて当時の医療体制がどうであったかというところを認識し、またその問題点を認識し、それによって提示された改善策について、それを遂行していくというところでございます。米山君。しつこいかもしれませんけれども、今ほどね、答弁書には逼迫してるとは書いてないって言ったわけですよ。で、今報告書に基づいて対応するって言ってるんですよ。つまりたった今牛間三田丸さんの診療において医療体制は逼迫していないと報告書に書いてありました、我々はそれに基づいて対応策を打ちますと、そう言ってるんです。で、これで終わりにしますけれども、これも質問じゃなくて私の意見を言っても終わりますけれども、逼迫してないんですよ、8分もありますから。つまりこれは診療した医師の医療過誤の可能性が高いんです。すみません、質問しないと言いますが、もう質問だけ質問させていただきますが、でこの医師は現在も勤務しておられますか。西山次長。医師の現在の勤務状況や勤務状況につきましては、一般に公表するものではなく、また公表すべき特別の事情なども見当たりませんので、お答えは差し控えさせていただきます。米山君。これでもう終わらせていただきますけれども、この方がね、比較していないにもかかわらず瀕死の牛間三の前さんを何回も何回も診療していたのに適切な措置を打たず死亡をもたらしたんですよ。その方を、その原因をきちんと追及せずして、どうして再発が防げるんですか。どうして同じことが起こらないと言えるんですか。大臣、何度も二度と起こしてはいけない、そのためにどんなことでもする、そうおっしゃってましたよね。それに対して法務省の皆さんがきちんと向き合わない、それでなんで日本が人権国家だと、法治国家だと言えるんですか。極めて強い疑問を呈させていただきまして、私の質問を終わらせていただきます。